絶対あの記憶気配りしてるっていうんじゃダメなんですね、それは。そうです、それ逆に、ね、うん、相手に気を使わせてしまうので、その辺のバランスの強いかには、はい、すごく難しいんですね。気配りって難しいな。だけども気が利くビジネスマンでありたいとね、みんな思ってると思いますしね、はい、相手の気持ちを思うこと、そこから自分をオープンにすることが大事なのかもしれませんね。さて、誰からも気が利くと言われる45の習慣、こちらの本、2011年のビジネス書を